この機械の実演を始めたいと思います。その場合ね、この機械の説明を簡単にさせていただきます。その機械はオーストリア製のマルチプルタイタンパー、通称マルタイと言われる機械です。線路というのは朝早くから夜遅くまで走る電車によって、線路を支えているこの道路や枕の下の最近ですね、我々砂利と言われているもんですけども、これらが下がっていって徐々に緩んでいって線路というのはガタガタになってきます。で、縦にガタガタになったり横にガタガタになったりっていうのをこの機械がまっすぐ元の状態に、きれいな状態に直してくれるのがこの機械の特性です。そうなった線路というのはね、乗り心地も悪くなったり、もっとひどくなると脱線とか安全を脅かすことになりますので、そういったことを直してくれます。で、作業ですけども、前についてるあの円盤のようなところ、あそこレールクランプっていうんですけども、あれでレールを持ち上げます。で、その後この下ちょっと見えにくいんですけども、タッピングツールっていうもので、上がった枕木の下に、砕石を丁寧に詰め込んでいきます。で、この真ん中にあるダイニングローラーっていうものなんですけども、でこれで線路の右に曲がったり左に曲がったりってやってるところをまっすぐに、矯正してまっすぐ直していってくれます。で、この機械ね、夜の作業になってしまいますんで、この防音カバーっていうのを下げて、まあ、できるだけ、騒音防止に努めて、作業をしております。夜の夜間作業では通常作業をしているんですけども、今日はね、皆さんに先ほど紹介させていただいた機械類がどんな動きをしているかっていうのを見ていただくために、防音カバー上げて、作業を見ていただきます。で、作業はね、ここから向こう向いて、行きますので、後ろの見えにくい方は広がって、見ていただいたら結構かと思います。で、結構初めすぐ音が鳴りますんで、小さいお子さん、すごいびっくりされると思うんですけどもね、気をつけて見てください。あと、ロープの中には入らないで、ね、お願いしておきます。そしたら今から実演を始めたいと思いますので、よろしくお願いします。
関して、一晩に約 800m ほどの作業をして、おります。これで5回目の実験を終わります。ありがとうございました。